ヤス中島ミュージックルーム、ご視聴いただきありがとうございます。スタジオを作る動画、ついにね、スタジオ完成していろいろと機材も配置も終わりました。長かったですね。ちょっと動画、時間経っちゃったんですけど、スケジュール落ち着いて機材とかの配置終わったので紹介してさせてもらえたらなと思います。メインのモニターが、ちょっと最初取り付けた時は上、実際に作業してみて 上気味だったのでずらしてもらったりとかしました。だから実際座ってみるとこういう感じで、あんまりその上を見上げなくても作業ができるっていう風にしました。でここの、このモニター、あ、こっちがまあメインか、メインのやつもちょっと位置をここスッキリさせて、まあ、インターフェースこうやってスッキリさせるようにしましたね。でここが、まあ、もう一個のモニター、これ映像確認とか、まあ、もう一個こうでかく映したりとかするようで、スピーカーも、まあ、こういう感じですね。これはこの iLoud の MTM プレシジョンも、前回の動画で上げてますんで、もし気になった方は見てみてください。でですね、まあ、こういう感じになって、でここに動画があって20度になってて、でここですね、ここが、ブースですね、はい。でこれが吸音パネルになってて、で、まあ、今ここアンプ置いてるんですけど、アンプここで鳴らしたりとか、でここにマイクを立ててここで歌うようにしてます。かなりデッドになってて、ここがいい感じにこうデッドになってるんで、まあアコギとか取ったりするのもすごい良かったりとか、ここにマイク立ててやったりとかしようかなと思ってます。そんな感じです。完成しました。はい、ということでスタジオ、ざっと見ていただいたんですけど、ありがとうございます。最初からね、動画を見ていただいている方、本当にありがとうございます。 1ヶ月ぐらいかかりまして、無事スタジオが完成したんですけども、はい、とても満足いく出来になったかと思います。ムスタさん、ありがとうございます。気になる値段なんですけども、全部で300万ぐらいかかりました。まあ、基本的な、料金としては6畳を施工しようとしたら250万ぐらいだいたいあればいいのかなと思うんですけど、まあ、そこからちょっとオプションで、僕の場合はちょっとプラス50万ぐらいで300万ぐらいかかったっていう感じで、で僕はギターとかボーカルとか、それのレコーディングと、あとはもう、制作やったりとか、ミックスチェックしたりとか、自分でねそういうある程度音を出して、やれるような環境をっていうところだったんで、それぐらいの値段だったんですけど、まあ、例えばドラム鳴らしたいとか、ベースを爆音で鳴らしたいとか、アンプで結構低音が、出る楽器、下に響いたりする楽器っていうのは結構強度、防音のレベルを高くしないといけないので、それ以上お金がかかると思います。300万ではちょっと効かないのかなっていうふうに思います。350万から500万ぐらいの間を見といたらいいのかなと。で意外に、あら、そうなんだと思ったのが、ピアノ、グランドピアノとか生ピアノを入れたいなっていう人いらっしゃるかなと思うんですけど、意外にピアノって、防音が楽っていうことをムスタさん言われてて、なのでピアノ、グランドピアノとかだったら、もしかしたらその僕の、このスタジオよりも安く済むかもしれないですね。はい、まあでも基本料金は、まあ、あの動画を見ていただいて、あの、ければ分かると思うんですけど、あの、まず部屋を壊してそこからこう作っていくっていうところを考えると、まあ、250万はまあかかるのかなっていう感じですね。はい、なので、
ぜひね、参考にしてみてもらえたらなと思うのと、あとはそのムスタさんってすごいいい会社だと思うので、腕もむちゃくちゃいいし、値段もかなりリーズナブルだと思うので、はい、まあ、いろんなところ調べてもらって、ムスタさんに直接連絡してもらって、僕の動画見ましたって言ってもらえたら、さらにね、こう親身になっていろいろと、相談乗ってくれると思うんで、ぜひとも、はい、チェックしてみてください。ホームページもありますので、ということですね。スタジオを作る動画としては最後の動画なんですけど、ここのスタジオからいろんなことを発信していけたらなと思っておりますので、はい、これからも、僕のチャンネルぜひともチェックしてみてください。よろしくお願いします。それではありがとうございました。